はい、じゃあちょっとね、お話ですね、少し入っていこうと思うんですけれども、今日はですね、テーマとしては、歯と臓器の関係っていうことで、100歳まで健康な歯を、まあ、歯がね、ちょっとテーマでお話ししてみようと思います。これも非常に重要だと思うので、そちらの話をしたいと思うんですけど、まあ、その前にちょっとだけ話題になるようなことをいくつかピックアップしてきたんですけど、結構新聞記事って見てると、ネタになるって変なんですけど、いろいろ見方ができるんですね。そのまま受け取るんじゃなくて、ちょっと別の見方ができるんですよ。まあ、そういうのもね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、うち娘が中学1年生になったんですけど、まあ、その時にこういう子宮頸がんワクチンのあれが来たんですね。で、検診と、知ってきたんやで。3回した、うん、あ、そうなんだ。それはすごいですね。で、こちらにあるようにね、やっぱり子宮頸がんの予防にはワクチン接種と定期的な検診が重要ですということで、やっぱり検診を進めてるんですね。まあ、これが常識なんですよ。で、そうですね。で、団体、市の団体によってはもう無料で受けれるとかね、そういうとこも、あるし、いろいろなんですけど、まあ、僕は何回も言ってるように、ワクチンは子宮頸がんワクチンっていうのはあんまり良くないんじゃないかなというふうに見てます。で、実際ここにもあるように、これはついこの間の5月17日なんですけども、子宮頸がんワクチンで、まあ、これ副作用がね、1968件ということで、そのうちの重篤なものが106件報告されているということですので、これだけ言われてても、やっぱりする人はやっぱ受けさせるわけですよね。まあ、でもそれは刷り込みですよね。もうね、親はいいと思ってね、それ娘にね、悪いと思って受けさせる親っていないと思うんですね。だからやっぱりいいという思いで受けさせているわけですから、まあ、そこら辺ちゃんと僕らも情報を見てですね、しないといけないと思います。はい。で、まあ、そういうのがね、あるので、やっぱりこれで、子宮頸がんワクチンってね、副作用っていう、副反応って言って、ちょっとこう気分が悪くなるか発熱するとかだけだったらいいんですけども、やっぱそれ以外にね、いろいろ言われてて、例えばまあ、水銀も微量入ってるとかね、そういうのもありますし、あと将来的にですね、妊娠できなくなるんじゃないかとか、そういうのも言われてるので、で、まあ、ちょっとこれも変な話というかですね、ぶっ飛んだ話なんですけど、ビル・ゲイツさんって言いますよね、超富豪のマイクロソフトのね、あの方も、実はですね、まあ、いろんな団体作って、寄付とかいうことですごい社会活動されてるんですけど、実はワクチンを推進してるんですよね。はい、だから、まあ、人口削減のあれの一つじゃないかっていうのも裏では言われていたりするので、まあ、いろいろね、よく見ていく必要があると思います。